どうもです、つくもやよ4月27日今日は三輪もついとるな。土木建築には向かへんゆけや。六葉は戦勝、先んずえばすなわち勝つ。午前が吉で午後は今日、時間は木の絵。樹木を表す葉の木、木の芽がまだ土から顔を出さへん状態を示しとる。十二支は馬、陽の日、成長が止まり実をつけ始める状態を示しとるよ。ほんでこの十巻と十二支から読む音陽五行は木生化、木が燃えて火を生むいうことで創生、物事が順調に進むいうけや。戦勝で創生やなんてな、思い立ったが吉日いう感じするけれども、まあまあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。